ちょっと、ねえ、ねえったら。何一人で百面相やってんだよ。笑ったり悲しい顔したり赤くなったり。忙しいやつ。次の授業選択科目だろ。人間科学、お前も取ってるよな。早く実習室行かねえと遅刻するぜ。まあ、なんでお前人間科学の授業を選択したわけ？人間に興味があんの？じゃあさ、今度連れてってやろうか。本当に向こうの世界に行くのは無理だけど、人間界のグッズを売ってる店ならあるぜ。すっげえ面白いからお前に見せてやる。やだ、デートの誘い？違えよ、普通に友達としてだろ。なんでこんなもの作ったんだって悩むくらい不思議なものばっか売ってんだよ。マジで面白いんだ。おう、じゃあさ、次の。ねえ、ちょっといい？シバ、私たちは先に行ってましょう。あ、なんで？待ってりゃいいじゃん。いいから、巻き込まれないうちに行くわよ。おい！ほら、早く。どうしたの？はこっちのセリフなんだけど。ねえ、シバと二人で出かける気？さっきシバと話してたでしょ。町に一緒に行こうって誘われてたよね。行かない。それと君のことも行かせない。どうしても行くって言うなら君のこと縛りつけたっていいんだよ。まったく、油断も隙もないよね。ちょっと自由にするとすぐ別の男に媚び売って。その手足へし折ろうか。それか切ってしまってもいいよね。そうすればどこにも行けなくなる。殺さないまま体の自由だけを奪って。君のやろうとしてたことの方がよっぽど怖いよ。なんで俺だけを見ないの？
なんで他のやつが必要なの？君を残して全員殺せば俺だけを見る？それとも君の目を潰した方が早い？ああ、でもその瞳に俺が映らないのもそれはそれで面白くないな。俺は今何を？まさか。嘘だ。俺も結局一緒なのか。触るな。触るな、俺に。俺はもう。いらない、何もいらない。俺は何でもない。ちょっと体調が悪いから今日はもう帰る。誰かと思えば君か。どうした？学生としての今日の務めは終了しただろう。寮に帰らないのかい？見たところ帰れないほど具合が悪そうには見えないけどね。薬ね。そうは言われても症状を見ない限りは何の薬も出せないな。ま、あいつのことだ。どうせ仮病だろう。これでも飲ませておくといい。ただの栄養剤だよ。本当に具合が悪いなら武将してないで自分で来いって伝えてくれ。他にも何か？なんだい、やぶから棒に。なんだいそれは。そんなデマ、誰から聞いたんだ？ミイラにとって、包帯下の顔は勲章さ。互いの醜さで競い合うこともあるくらいだ。美的感覚が他の種とは違うと言ってもいい。私たちはこの歪みに、誇りを抱いている。それを耐えられないなんて、そんなミイラが本当にいるのなら、
お目にかかってみたいものだね。ねえ、どういう顔だったのか教えてよ。ああ、君、語彙力なさそうだもんね。なんで？知らないよ。あの時だって気絶したくないから見なかったし。